皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もブラッドステインド遊んでいきましょう。さあ前回ですね、この新マップ東洋魔導研究棟にやってきたところで、結構この方まで来ましたね。今こういう状況、こっちセブ部屋で、あとのこっち、これがですね鍵部屋でした。大工の鍵まだ持ってないで、これ無理だったのかな。こっち行けなくて、でこっちですかね。やっぱりまずボスだ。のっけからボス行きましょう。さあ誰かな。残月か。残月、やはりあなたはシャードリンカーを許せないの。無論だが今はそうではない。お前の力を見たいだけだ。私にはあなたと戦う理由はないわ。修羅の道に生きる俺にとって戦いからしか得られぬものもある。悪いが本気で行かせてもらう。さて全力バトル、ただパターンは一緒か。でも火力がすごい183。あ、これ強いね。よし、おい、なんか出た。勝手に出た。危ねえ。よし、基本は一緒。裏取りしてボコス。はい、よし、これいけるんでね、普通に弱いぞ。さあ残り2500で、このタイプこれも知ってる。いやーいで、何雷っぽいやつ。いやー、それ痛えなおい。でガードね。でさらに氷っぽいやつ。あ、これ属性チェンジか。結構変わってる。まずい、残り一発食らうとまずい。いやー、危ねえ。いけるか。いやー、いった。もうちょい。318で残り一発がね、序盤慣れが重かった。180いくつ。これすいません、リベンジだ。さあ2戦目、あれだってずるいだろ最初の。ダブルアッチャー、それもあれめっちゃ行きにくい。よっ、108、煩悩の数。後ろに反対なんだなあれ。ほら、これさっきよりまずいな。で、そう、爆発するからの再び属性信じ。これがよくわからんもんな、初見だし。108で氷かな。あ、ただいけますねこれ。このアシストめっちゃ有能ね。よし、いった。もうやめましょう。本気を出していない人とはこれ以上戦えない。どうしてあなたほどの腕なら私なんて。確かにこれを持っていけ。何くれんの。出れたな、残月刀。これは残月刀という。俺はグレモリーという悪魔を追ってこの地にやってきた。それは奴を切るための刀だ。グレモリーってジーベルと一緒にいる悪魔。でもどうして私に。あのピンクのやつか、完全に忘れてた。俺は何度か奴に接触を試みた。だがグレモリーは俺の前には姿を現さない。避けられてるってこと。まず間違いない。そして気づいているかミディアン。ジーベルという男、グレモリーに支配されているぞ。だがそれも完璧ではないようだ。見たことがあるはずだ、奴の支配が弱まる瞬間を。これ多分バッドエンドか、前回勝った時だ。そういえば船で張った時に、その時もね。やはり間違いないな。お前とジーベルの絆は奴の支配を超える。二人が対峙した時、グレモリーは必ずジーベルのそばにいるはずだ。その時、奴を切る。ちょっと待って。私と一緒に来てくれれば、あなたが切るチャンスもあるはずよ。ここまで避けられているのだ。俺が行くことで、グレモリーが現れぬ可能性がないとは言い難い。俺はどんな手段を用いても、奴への復讐を果たしたい。それに、俺には別に気がかりなことがある。分かった。あなたの思い、受け取ったわ。思いか。お前なら必ずやれる。信じているぞ。さあ、残月と、でもこれ彼の武器はいいのでですね、今こういう感じ。結構ね、作っておきました。忍び装束と角の髪飾り。で、ウォーカーキング。計測メガネと炎のマフラー。でですね、三日月宗近。早速リストラかと思ったら、こっちのが強い。ただ残月とね、月を切るんだ。これ持っていけと。ジーベル。こっちはこれ無理か。となると、こっからまたジーベルさんか再び。だよね。行くところがもうない。じゃあ一旦セーブして。でですね。転送席。グレモリー来るかな。で、武器。これを残月刀にして。よし。行ってみよう。これジーベル何戦目だ ?3 戦目か。まあ、多分負ける要素ないよな。いけるはず。待ちくたびれたぞ、ミリアム。これほどのシャドウを集めてな、俺と一緒に来る気はないのか。セリフは一緒ですね。ええ。約束?やっぱり。忘れてしまったのね。もし自分の意志に反して力に飲み込まれた時は笑わせる。俺がやっていることが。そうよ。船であなたに会った時。もういい。交渉決裂だ。ええ。今から私が解放してあげるわ。俺に従っていればよい。はっ。さあどうなるか。残念とこっち。いやしかし弱えなこいつ。もうすぐ終わります。おしいった。でメダル。ごめんなさいジーベル。ジーベルメダル。あとね、背後の月か。赤くなった。何を謝る必要がある。ありがとうミリアム。ジーベル、これでよかったのかな。あ、これもしかして殺しちゃうとダメ。月だけ切るとあっぽいな。なるほどね。これだけシャドウを持っておりながら取り付くのがたやすいか。いや違うな。で実績解除。今のがグレゴリーか。これ切れるか月。赤くはなっていたけど、月じゃないの多分。時間を稼ぐ。ちょっと切って、でもなんか違うっぽいな。もうちょい待ってみよう。まずいやつ。ここじゃないのか。こうなるとそういえばあれか、パート1だか2でさ、廊下にあったね。あそこなのか。でもあっちっぽいな。ここ赤くなりませんね。死んだ瞬間にしかなんない。いやよしなったよ。ロガエスの書はいただいた。そうはさせん。ミリアムか。久しぶりだな。てかじいちゃんどっから来たんだよ、アルフレッド。やっと私の知ってるジーベルに戻った。ありがとう。約束を果たしてくれたんだな。嘘でしょ。どうして結晶がこんなに早く。いいんだ、俺はもう助からない。だがこの城をこのままには。私が何とかする。だから助からないなんて言わないで。最後に君の顔を見られて本当によかった。ジーベル、ジーベル。残念だよ、ジーベル。それじゃそろそろ行くわ。もういいのかい。ええ、新しい約束ができたからね。行かないと。そうだね。この城を消し去るには絶対にロガエスの書が必要なはずだ。まずはアルフレッドを探してみるわ。グレモリーもアルフレッドを追いかけているはずだ。もしかするとグレモリーの痕跡を探す方が早いかもしれない。グレモリー、月か。探してみるわ。やっぱりあの廊下か。ここでね。でジーベル結晶化しちゃった。これちょっと砕いて持っていけない？無理か。で、会話。これもできませんね。さて、でですね、あれどこだっけな？一番最初の方。廊下だったんだよね。ね、多分、ここら辺じゃないかな。この辺り。一旦また転送しよう。インベントリーで、転送席。これ結構使うな、やっぱり。あとですね、今日の雑談コーナー1つ目、森様さん、ツイッターでリプレイくれました。ありがとうございます。聞きたいことといえば、もし今後リスナー参加型のゲームをやるとしたらどんなゲームをプレイしたいと思われますか？ちなみにモンスターハンターワールドアイスボーンはマルシュを期待していますよ。これ以外で何かあればお願いします。例、デッドバイデイライト、あとフライデーザ13th。これそうですね、なんか対戦型ね、PUBG とかいいと思うんだけど、ただハードルがちょっと高いか。ゲーミング PC にないといけないしね。なんでそうですね、例えばゆるいとかだと大富豪とかね、あと麻雀とか、自分の皇帝杯を配信画面で隠して、麻雀とかね、トランプとか、そこら辺だったら割となんかゆるくできそうじゃないと思う。皆さんなんかありますかね？ぜひともこれをやりたいっていう、適度な人数で遊べるやつ。となるとやっぱマイクラ強いのかな？マインクラフトね。でもね、自分あんまりマイクラに魅力を感じないんだよな。あ、待って、そこにセーブあったな。これはぜひとも使っておく。よいしょ。よし。権限せよ。我であり我でないもの。最近なんて言うんだろう。対戦に特化してるバカゲーとかもね、結構少ないしな。すみません。ここじゃないか。ここじゃない。あれ、どこだったっけ？ただ近いと思うんだよね。そこの、この左か？もしかして。こっち？いや、そこに月あるんだけど、ここではなくて、この左、ここら辺？ちょっと待ってね。行ってみよう。権限せよ。さあ、ここ。これはどう？あ、違うな。ここじゃない。となると、この上の方かな？ここら辺？あ、すいません。これね、ちょっと調べたらこっちでした。ここらしい。こっちか。ちょっと戻ります。しばしお待ちを。ここかな？あ、ですね。よし。さあ、こいつを切っていく。グレモリーなのか。あれですね。あ、ただ逃げるんだ。これどこに行く？多分これ新マップ。ですね、居住区。これマップで言うとどこ？この右上か。新マップ。よし。ここで2割ぐらい埋めて、ラスボスかな？左、あ、これいけるんだ。あと右はそっち。できればセーブがしたい。居住区。あとこれか。インバート。これ使って、マップ埋めて、埋めると火力上がります。アクセサリーの。とこっち。ここも敵いるんだな。で、割と強い。あと食材がでっかいね。あっちの左なんだろうな。左も気になる。あー、しかもカエルもでけえ。居住区まんまか。でかいんだ全体的に。これなんだこれ。ジャイアントモコ。あ、敵だったのか。気づかんかった。でこっち行けて、宝箱もでかい。自分がちっちゃいのかな、どっちかっていうと。どうなんだろう。よし、500円で壁ぶっ壊して、なんかリング、アクセサリーかな。今のはですね、これかな。ギャンブラーリング。度胸と運を与える指輪。ギャンブルに強くなる。ラック26。あー、でもこれそんなに悪くないね。ディフェンス1、ラックは7。これはすごいな。ぜひとも弟にプレゼントしたい。カジノ好きの。さあ次、左かな。ここは広そうね。全体的にでかいもんな。じゃあ、ちょっと運ぶな。運ぶな。よし。これしばく。よし。ブエルチャリオット。戦車ね。さあこっち C のこっちどうかな。アルフレッド。アルフレッド。そう。え、もう取られたの？ロガエスの書、どうかしたの？奪われた。マジか。待たせたな、お前の弟子を。何が起きた？師匠、なんでこんなことに。残月、レオ、ヨハネス、お前に頼みたいことがある。こんな時に。わかった。ミリアム、ちょっと話がある。わかった。ねえ、アルフレッドは敵じゃなかったの？実はお前と戦った後、俺はドミニクがしきりに戦わせたがっている錬金術師と話すことにした。話してみて、俺の懸念が当たっていたことが分かった。懸念って？結論として、ドミニクが俺たちを操って何かを企んでいると判断した。やっぱりか。え、何言ってるの？セクシーすぎたもんな、衣装が。本当にロガエスの書を確保したいのなら、お前と共闘し先にジーベルを倒せばよかっただけだ。それなのに戦力を分断してアルフレッドを追わせていたことにそもそも疑問があった。現に奴は我々の邪魔はしていない。ちょっと待って、彼は私の邪魔をしているわ。それは若干の誤解がある。奴はどうしてもお前をこの城から引き離したかっただけだ。なぜ？理由がわからない。それはお前が唯一の最適合者だからだ。ね、シャドリンカだから。最適合者？結晶を移植された人間の中で、お前が最も悪魔の力を使えるということだ。だからこそ、ここでお前が利用されることを恐れたのだ。だったらどうして本当のことを？ドミニクを信用しているお前たちに本当のことを話しても、簡単には信じまい。それにお前のことだ。信じたとして引き下がるとは思えんしな。それは企んでるって一体何を？それは分からん。本人に直接聞くしかあるまい。ミリアム、師匠が呼んでる。ミリアム、戦いに巻き込んですまない。今更か。全て私の責任だ。辛い思いをさせて本当にすまなかった。アルフレッド。アルフレッドは死ぬ覚悟でここに来た。ならばその死を無駄にせぬためにも、悲しむのは全てを終えてからだ。そうね。ヨハネス、話は済んでいるな。ああ、僕のやるべきことを全て聞いた。ならば即行動だ。まずはグレモリーだ。奴はこの先にいるが、亜空間を使いどこにでも移動できる。また逃げられる可能性があるわね。俺にはそれを封じる術がある。普段のやつなら通用せんが、やつは俺が残月刀を持たぬことを知っているがゆえの油断がある。その隙をつく。まず俺が先に行く。頃合いを見て後から来てくれ。僕の出番はロガエスの書を取り戻してからだ。情けないけど君だけが頼りだ。だけど無理だけはしないでくれ。分かったわ。じゃあ僕は一旦戻る。行こうか。古来見て後から来い。それも結構むずいぞ。まあ正直ね、この作品、この人間関係はね、おまけっていう感じだと思う。合ってないようなもん。で、これやっぱり、あ、下行けるんだ、やっぱり。これね、足場になってる。と、そっち行ける。これセーブかなあ、違うんだ。再びチャリオット。と、そっち。これがですね、これ個室か。ですね。ダイヤモンドとそっちマップ埋めて、でした。ここな、待って、見えない。あー、なんかあったな、そこにインバート。よし、で、クリスタル。これも素材ね。これつまりドミニクからもアイテム買っていけないのかな、もしかすると。あ、待って、そっち怖い音がすると思ったらこいつがいる。これ強いんか。いや、これ厄介ですね。単純にでかい。よし。で、シャドウもらって。何シャドウ？これがワイルドスクラッチ。銀狼のエニアス目で攻撃する。となると、これこっちセーブかなあ、でも下行けるんだ。セーブが欲しいまん。ないですね。で、再びモコちゃん行って、これ壁は壊せない。モコちゃんでっけえな、これ。何食ったんだよ、こいつ。おい。あと、こいつか。何これ何ジャイアントバット。何でもかんでもやっぱでけえな。全てがでかい。ただそんだけ。で、またももこちゃん行って、芝居行って、ここは何もなし。となるとセーブのあれもでかいのかな、祭壇というか。よし。これ経験値どうなんですかね、多いのかな。あ、こいつか。58。まあ一発でそんなでもないか。まあ許せる範囲。あ、で、こっち行けば。よし。500円。銭か。で、ちょっと回復。一発をね、やっぱ5、60は地味に食らうんだよな。10回食らうともう500でしょ、半分ぐらい。よし。これは壊れないですね。さあ、その婦人プラスカエルがいる。あれはぜひともこいつにそうぶっ刺してもらいたい。いやー、これきつい。しゃがんでそう。こう。あとあれか、残月と、これもゴミか。ゴミっていうか、一旦戦力から。あー、ジャイアントバット。さあ次、これ下るばかり。これミスったかな、もしかして。乗っかってこう。そう、こっちね。こっちはこれ何なのか、これがわからん。セーブだったのかもしれない。はい、乗っかってこう。よし。で、上に宝箱、こうかな。あ、ですね。で、こうして、これも500円。こいつらな、モートね、地味厄介。そう、硬いんだな。よし。で、ここも、はい、お宝取って。あれ、これ誰え、敵じゃないの今の。あれ敵だろ、あっち行ったけど。これ何、多分だけどレースってこと。あー、なんかぽいな、レースっぽいな。ここでか。リフレクションレイで、こういって、こういって、まずルート覚えよう。これどうなってんの。こういって、あれ、これなんだ。よし。さて、で、これレースするんじゃないの、どうなん。あー、ぽいな、やっぱり。これ何、勝たなきゃダメ、もしかして。もう一回か。これ、骨折れそうじゃない、むずそうだ。これで終わり。あ、じゃあこれこっち外れか。セーブがない。と、マップ踏破率。まだわからんか。はい。これ自力で戻んの、帰りも。あ、ここあれかな。あれだ。装備で。こっち。アイギスの胸で。これが一番いい。で、これでこうね、パーッといける。よし、これならばいけるぞ。よし、リベンジ。上。よし。で、こういって、こう。よっ。で、こっからさっきミスったけども大丈夫。落ち着いていく。で、こう降りて、これ全部素通りできる。あとはよし。完璧に勝った。OK です。やったぞ。で、あ、で、これシャードか。単なる。これで終わり。なんだこれ。アクセラレーター、移動速度アップ。よし。一応見ておきます。アクセラレーター。これですね。加速装置。こういうやつ。あ、これいいかもね。魔力を地味に使うけど、ただ爆走していける。あとジャンプもか。ジャンプも適用。これはタイムアタックめっちゃはかどるね。こういうやつ。さて、でですね、こっち側、ここら辺かな、やっぱり。あっちに行く必要があるんだけど、まあ、敵をしばいていく。これちょっとお待ちください。戻るんで。よしよし。さあ、戻ってきて、そこに狼ちゃんいる。あれがね、若干強い。こいつね、そう、頼む。ナイト。やっちゃっていいよ。一発63。よし。これで何？こっち。インバート。これかけて。他ないかな？だから、下ですね。こっちか。いや、違うな。さらに上だ。あー、で、さらに強気がいる。よし。そこのさらに上。ちょいお待ちを。こう行くのか。あーですね。こっからこう行って、こうだ。先日の4時間に及ぶ生放送やりまして、あれね、でも楽しかったな。4年ぶりだかにやったFive Nights at Freddy's。PC 版。で、長者の鍵。これどこだっけ？長者の鍵。長者の鍵か。あとね、ここ、これ。あ、こうやっていくの？あー、ぽいな。で、セーブがねえぞ、いい。セーブ。セーブの部屋が全くねえ。あっちの下だったのか、もしかして。これも通過できない。で、ライフアップ。これはどうかな。あー、ドラゴンがいる。いやー、こいつは強え。待って、死ぬかもしんない。いや、いけるか。はい、よし。あぶねえ。ここにドラゴンか。で、これ出って話じゃない？天井いけるけども、そこに行けない。あ、これでいけるかな。よし。よしよし、これは美味しい。ライフ満タンになる。なんだけど、セーブがない。ここら辺でそろりとセーブがしたいんですけど、こういうマップ。セーブ部屋もしかしてない？いや、ないってことはないわな。ちょっと待ってね。一応これ埋めとく。こっち。よし。あともうちょいそっち。これも一応埋めとく。あ、これあれか。下が抜けてんのか。となると、この辺り。そこに、これは何部屋？何部屋？セーブじゃない。セーブじゃない。となると、どうなんだろう。さっきの下の方かな？もしかして。転送席。よし。これ使って、まあ、借りなさいと。これそうですね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦こだわりにして、で、次回ですね、こっちの下方向と右方向ね、この探索を進めていきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ブラッドステインドでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。